ゆうゆうの日本語ポッドキャストはい皆さんお久しぶりですやってまいりましたゆうゆうの日本語ポッドキャストの時間ですまたねだいぶ空いてしまいましたすみません今ねあ YouTube にいろいろ力を入れていてまあ毎日ほとんど毎日ビデオをアップロードしているんですが いやー本当にこのユーチューバーという仕事がこんなにも大変だっていうことには気づかなかったですねいやもう本当世界でいろんな方々がねユーチューブに動画を上げて、まあ、それで生活をしているんですけどすごいなーとこんなに大変なのかっていうもう毎日朝8時ぐらいからねもう夜は10時ぐらいまでもうずっと仕事ですね ということでなかなかね、ポッドキャストを取る時間がなかったんですけども、今日は久しぶりに取っていきたいと思います。はいということで、テーマなんですが、今回もリクエスト企画です。ありがとうございます。テーマは、オノマトペ皆さん、オノマトペって聞いたことありますかね日本語だとね、ちょっとなじみがない言葉で、日本人は擬音語、擬態語なんて言います。 まあちょっとね今回はそれについての話をしていきたいと思いますよろしくお願いしますゆうゆうの日本語ポッドキャストはいまずはじめにこのオノマトペなんですが、まあ、日本語にはねいろいろな種類のオノマトペ があるんですけどまあ、大きく分けて2つあります1つ目は擬音語といって音をモノマネする言葉例えば動物の鳴き声えー、豚だったらブヒブヒとかえー、犬だったらワンワン 猫だとにゃーにゃー実際にはそういう音は言わないんだけど、まあ、日本語の音に近づけるとこういう音になりますというのが、えー、擬音語でもう一個の方が皆さんがよく知っているオノマトペですね擬態語と言いますこれはシチュエーションとか、まあ、様子を音で表すと実際には音が出ていないんですけど まあそういう音がするそんなイメージがするっていうので、まあ、日本人はオノマトペでで表現すするんですね例えばワワクワクするなんか明日とても大切なイベントがあってワクワクする楽しみっていうのを、まあ、表す言葉なんですけど実際その楽しみの時にワクワクという音は出ないんですけど日本人はその音を聞くとなんか楽しみだなっていう気持ちをイメージすることができます。 で、まあどうしてね、この日本人はイメージができるかっていうのを話す前に、オノマトペの歴史についてね、皆さんに紹介したいなと思います。実は日本語とオノマトペっていうのは、もうほとんど同じぐらいの時期にできたと言われてるんですね。えっと今その残っているもので、日本で一番古い オノマトペっていうのは日本で一番古い本これ「古事記」という本なんですがこの本にオノマトペが実は出てきてきいるんですまあ古事記っていうのはどうして日本っていう国ができましたかっていう神話まあスペイン語にするとミトですよねまあその神話がまとめられている本であの日本っていう国を作るる時にね あの海をこうぐるぐるとかき混ぜた時に、まあ、出るオノマトペ「コーロンとかだったかなっていうオノマトペがその本に載っていてそれが日本で一番古いオノマトペだと言われていますちなみにこの本は712年にできたのでまあ今からだいたい1300年ぐらい前にはもうオノマトペがあったんですねもちろんね今でも新しいオノマトペが毎年 生まれてきているんですよね最近のオノマトペだとピエンっていう言葉がね高校生があの作った言葉でなんかこう悲しいとか泣いているっていうのでピエンっていうオノマトペを最近ね高校生が作ったわけですよこれ今すごくブームですねツイッターとか見るといろんなところで使われていますはいでこれどうして日本語ではこういうオノマトペというものが多いのか っていうのを話したいんですけども、これはねその言葉自体のまあ、持ってる特徴になるんですね。大きく分けてね。そのヨーロッパ言語、ラテン言語、あのー、スペイン語だとかフランス語ドイツ語っていうのは、あのインフォメーションを分かりやすく教える言語なんですね。 なのでまあスペイン語とかだと誰が何をしていつ何をしたかっていうのがわかりやすく説明できるんですねでそれに対して日本語っていうのは実はオリジナルがわかんない多分日本語のオリジナルは日本語だと言われているんですけどもこの日本語っていうのは景色とか気持ちをたくさん表現できる言語なんですよ例えばあの暑い ととといいう言葉があったすすするじゃないででか英語だと hot ですよねでヨーロッパの言語はその暑いっていう状況が分かればいいっていう考え方なんですけど日本人特に日本語はどのように暑いのかその暑さを表現している人はその暑いことに対していいと思っているのか悪いと思っているのかそこまで言葉で表現したいっていうのが日本語なんですよ。 なので「熱い」っていう言葉だけじゃ足りないのでいろんな言葉が生まれてきたんですねユーユーの日本語ポッドキャストはい次のテーマなんですがどうしてこの日本人はオノマトペを勉強していないのにオノマトペがわかるのっていう質問をね よくもらうのでそれについいいいてて答えていきたいなと思いますこれすごいですよねちなみにこの「オノマトペ」っていうのは3,505って言われているんですよっていうと日本語の全部の言葉の1%詰まるとこう100言葉があったらそのうち1つはオノマトペっていうすごい多い量なんですけど日本人は勉強してなくてもなんとなくその意味がわかる。 これはひらがなの持っている印象なんですね。例えば、何ぬねのっていう言葉がすごくこう、なんか汚いとか、なんかその例えばスライムみたいなこう、ベタベタしたイメージ、もベタベタモノマトペだけど、とか、かきくけこっていう音が硬いイメージとか、さしすせそ。 がスの音があるので風のイメージがある、まあ、こう一つ一つの,その音にイメージを持っているのでそれの組み合わせでオノマトペを作るわけなんですねはい例えばカタカタっていうのはキーボードを打つオノマトペなんですけどやっぱキーボードを打つときってちょっと硬いイメージの音が出るじゃないですかなのでまあ日本人はその カッノの音でちょっと硬いイメージでオノマトペを作るとそうすると言葉は勉強してないんだけどもなんとなくイメージができるっていうのがオノマトトペなんですねユーユーの日本語ポッドキャスト次のテーマは、まあ、私の一番好きなオノマトペを紹介したいなと思います。 これ、ゆるり、ゆるりなんですけど、まあ意味はね、あの、リラックスしている、ゆっくりしている、動きが遅い、静かという、まあ意味になります。例えば今日はゆるりとお休みくださいっていうのは、なんかこう時間をゆっくり使って、 リラックスをして休んでください。っていう意味になります。なんかこの音がまあ、自分の名前に似てるのもあるし、あのすごくね。なんかその言葉を聞くだけでリラックスできるので僕の好きなね。オノマトペの一つです。はい、ということで今回いかがだったでしょうか？面白かったですかね。はい、僕自身もね。このオノマトペってすごくまあ、日本語の先生として難しいテーマだなって。 思うんですけどもやっぱり面白いテーマだななとも思うんですよねなんかやっぱ日本語をやっぱりその翻訳だけで勉強するとどうしても言葉が足りなくなっちゃう逆にこういう言葉を勉強することで今まで見えなかった景色とか今まで表現できなかったことが表現できるようになるっていうねあのこともありますので皆さんねオノマトペの勉強もぜひ頑張ってみてください。 スペイン語を話す方は、ね毎,日まあ、毎週2回ぐらいかな、あのー、ハポネスカスワルと一緒にオノマトペもフェイスブックやインスタで上げていますのでぜひ見て一つ一つの言葉を増やしていってもらえたらなと思います。はい、ということで今回はここまでにします。 引き続きね、リクエストもお待ちしています。こんなテーマについて話してほしい、日本語について、日本について、もちろん僕について、何でも構いませんので、えー、もしなんか話してほしいテーマがありましたら、インスタグラム、またはフェイスブックで、えー、ダイレクトメッセージ送ってください。それじゃあまたね、バイバイ。